最近は私の名前がなぜかパヨってる人たちの中にも、浸透してるようでございまして、いや本当になんかあっちこっち私の名前が出てくるらしいんですよね。それも私がデマを飛ばしてるという、はい、デマなんでしょうかね。私がだいたい予想っていうか前もって報道したことって大体現実になってますよね。例えば男組の何々さんが逮捕されたり、あと平和運動センターの広司さんが逮捕されたり、その他に2人ぐらい行きますよって言ったらその通りになっちゃったとかね。はい、それがあったからミラオ君は空港の、はい、このセキュリティのところで黒服が待ってるんじゃないかとガタガタしてたらしいんですけど、彼はかなり優先順位が下がったようですね。もうなんかあまりにもレベルが低すぎるっていうことと、あとこの反対運動、平和運動家の中でもやつはちょっとね、細かい話するのは危険すぎるっていうことで遠ざけられてるところがあるようなんですよね。だってあんな話しぶりで下劣な、言葉しか吐かないで あったら、そしてね、やつは間違いなくと捕まったら平和運動のあることないこと全部ベラ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 喋ると思いますよ。はい、そういった人にこの、平和運動のちょっと深いところまでは話はできないんじゃないかと。だってニラオ君、例の高江の抗議活動の事務局長をしていたパクさんからの指示の電話、その電話をツイキャスで生放送しちゃいましたからね。いやあれは笑いましたよ。だってね、秘密指令をツイキャスで生放送する、こんな大失態するに誰が信用しますか。もう完全にね、私の仲間でそういうのがいたらもう謹慎処分でございます。情報を扱う資格なしということになりますね。はい、さて、今夜も喉の方は8割方治っておりますけど、やっぱりちょっと調子がよくありません。はい、そんな感じでコーヒーを飲みながら休み休み今日もお話をさせていただきたいなと思っております。ぜひ、お付き合いください。さて、今夜もですね、私と共に番組を盛り上げていただきますネットアシスタントの皆さんをご紹介します。ちなみに私はネットアシスタントの皆さんにデコピンをするつもりはこれっぽっちもございませんのでね、あれはもう市販の専売特許でございます。しかしそばで見ててもうすんごい音しましたからね、バッチンと。はい、ご希望の方は、来沖の際市販をお申し出いただければ喜んでやっちゃうと思いますので、ぜひご体験をしていただきたいと思っております。さて、今日最初のメンバーさん、くるみ岡さん、そちゃんでございます。ありがとうございます。それと鬼丸さんもお茶ありがとうございます。はい、そして鬼丸さん嬉しいですね。こうしてやっぱりお茶のマークが出ますとお茶飲んでちょっと喉を温めるっていう意味かなと思います。鬼丸さん、美味しくいただきました。どうもありがとうございます。はい、続きましてごまちゃんさん、こんばんは、こんばんはございます。のりぞうさんもお茶ありがとうございます。そしてゆうじろうさん、はい、こういうのをいただきましたありがとうございます。それとたんたん40チューブっていいねさん、こういうのありがとうございます。ごまちゃんもたくさんお茶いただいてますね。それとみどりがめさん、エビクレット
もうこの自分亀飼ってるからやっぱりこういうアイコンすごいなんか親しみ持っちゃいます。はい、カーターさんもあのお茶ありがとうございます。はい、そしてミサチニアさんもお茶いただいてますね。誠にありがとうございます。皆さん相当気使っていただいて本当嬉しいですね。それとアワビさん、こんばんはんこでコインいただきました。すると独認識言うこと機関銃さん、こんばんはんこ拍手にお茶、本当にありがとうございます。はい、カノタンさんもコインいただいてますね。それと灰色うさぎさん、こんばんはんこ、はい、お茶も今日なんか皆さんやっぱり寒いですかね。お茶が非常に多いです。菊右衛門さん、こんばんは。はい、コインいただいてます。甘さ控えめさん、こんばんは。そうですね、こう喉がまあガラガラしてても最近喉飴ちょっと舐めないようにしています。なぜなら甘いんですよね、喉飴っていうのは。だから今日そうです、放送が終わったらあのアルミのね丸い缶に入った龍角散でも買っとこうかなと思っております。はい、そしていつも、はい、陰で頑張っていただいております、ボン中佐。中佐のところ寒いですか、やっぱり。沖縄は昼間はあのエアコンかけてたんですよ、暑くて暑くて。こりゃ暑いわって汗ばむぐらいの陽気だったのに、夜になったら急に冷えております。それと、チャンネルハヤトさん、ワンバンコということで、ありがとうございます。それと、はい、いつものリスコさん、はい、いつも応援していただいてありがとうございます。リスコは、八重山日報沖縄本島版、ぜひあの沖縄本島版まだ目標部数半分ぐらいしか行ってませんのでどんどんご協力のよろしくお願いしたいと思います。それとユーチンさん、こんばんはでございます。これもウサギですね。はい、それとシラスワカメさん、月夜ゼロイチさん、こんばんはでございます。矢沢さん、どうも今日も来ていただいてありがとうございます。はい、そして猫パパさん、シラフなんですか。シラフ、このデザインの缶バッジすごい人気ですよ。はい、出し惜しみをしております。はい、それとユーチンさん、こんばんは。南大阪の田舎もさん、こんばんはでございます。それとリルリルフェアリル、こんばんは。ガンツイキトさん、はい、スッポンのフェアリル、何ですかこれは。スッポンですか、何がスッポンっていうか、安田さんというか。はい、そして、下の方行ってみたいと思います。はい、ちょっと下の方では越えませんので、今日もあのまたね、どん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 皆さんのこともまたご紹介しながら行っちゃいたいと思います。ちなみに明日木曜日はワンヌームですからね。はい、あの地上波で皆さんのコメントをガンガン流しちゃいますんで、イケてる座布団5枚もののコメントよろしくお願いしたいと思います。あの HKHK だけではダメですからね。はい、で私あの今日ちょっと嬉しいニュースが実はありました。これなんですけどね、トン、はい、これ平和って何、映画で発信、県内小学生4人が制作、国際、フェスティバル、これですね、国際 NGO 団体ピースメーカーが主催したグローバルフィルムフェスティバルっていう、まあ、これ国連の方で、開催した映画に、この沖縄の子どもたちが制作した短編映画が、2位と3位を受賞してるんですよね。でこの子どもたちっていうのはなんとあの宜野湾で、映画制作などをね学ぶ、子ども社長クリエイタースクール、つまり子どもにいわゆる帝王学を教えてるところなんですよ。子どもにね自分で考えて自分でそういった映画を作ったり商売をやったりとか、そういったすごい想像力を子どもたちに、ね、学ばせてるところなんですけど、そこのね1期生4名、はい、夏休みの間これ映画一生懸命作っていました。実はですね、皆さんこの映画をね作りたいという話、私のところに話が前に来てたんですよ。で私としましてはそういった子どもたちにチャレンジさせるというのは非常にいいことだと思いっきりお手伝いしたいっていうことで、でこの主催者の方から
平和っていうテーマで作りたいんですけどっていうことをね、やっぱ言われて、いろいろアドバイスしてくださいと。で、私はこう言ったんですよね。平和っていうのはやっぱりその人の数だけいろんな意味がありますと。例えば基地の周囲でヤンキーゴーホームマリンアウトと言ってる人たちには、彼らなりのやはり平和への思い、そして正義がある。そして違う場所で You are our good friend と言ってる人たちには、またその人たちとは違う意味の平和があり、思いがあります、そして正義がありますと。ですから映画を作るのであればどちらか一方に偏ったやり方ではなく、必ず反対派の人たちの意見も聞いてくださいねと。そうでないと両論兵器っていうのが担保できませんっていうことをアドバイスさせていただきました。したら、ね、この主催者の方、はい、子ども社長クリエイタースクール中曽根さん、分かりましたっていうことで早速この映画の制作に入った。子どもたちとミーティングをした。でどこに行けばいいんですかって再度アドバイスを求められたんですよね。すると私は嘉手納基地の第一ゲートを、ね、紹介しました。まあ、なぜかと言いますと、そこにはですね、まず平和団体と言われている人たちが週に 2,3 回集まりまして、そこを通る車にヤンキーゴーホームゲラーリとかね、 You are レディーハッカーとか、めちゃくちゃなことを言って罵声を浴びせ、道を封鎖して、しかし翌日には全く違う人たちがそこにいるんだと。で、子供たちがそれを見てどう思うかっていうことを映画にするのいいんじゃないですかっていう、私はアドバイスさせていただきました。結果どうなったかと言いますと、映画の表紙がこういった感じでございます。これが今沖縄で、行っていることと、はい、これが一番最初の画面に出てきます。沖縄の綺麗な海と空と、そして砂浜。はい、鉄舟さんどうもこんばんはでございます。はい、ゆふちさんありがとうございます。ちょっとじゃあコーヒーいただきますね。はい、皆さんからお茶のアイコンが連発できたら声がおかしくなってるということで、すぐコーヒーを飲まさせていただきます。さて、これがねその映画のキャプチャーでございます。トーン、はい、これがいわゆる反対運動の人たちを撮った時の子供が撮影した動画ですね。かなりブレてますよね。私思うんですよ、やっぱり自分も映像を撮ってるから分かるんですけど、怖い時とかそこから離れたい時っていうのはこうしてやっぱり映像がブレたりする。やはり初めてこの光景を見た時に子供たちちょっと怖かったんだろうなと思います。あ、石川さんどうも今夜ありがとうございます。でも皆さん、子供たちが怖がる活動って何なんですかね。はい、そして子供たちは勇猛果敢に反対の人たちにも声をかけインタビューをしています。質問は、あなたにとって平和とは何ですかという質問。するとね、この反対運動をやってる人たちが、怪我がないこと、人殺しがないことって言ってます。怪我がないこと、人殺しがないこと、確かにそうかもしれません。そういった意味合いもありますよね。はい、怪我がないこと、人殺しがないこと。ところがこの人たち何をしてるかっていうと、そこを通るアメリカ人の車にプラカード叩きつけて、ヤンキーゴーホームと、心に怪我させてるんですよ、ね、そして人殺しがないこと、車を叩いて、ダイダイダイ、死ね米兵、死んでしまえ、死ねよお前と。これってね、心を殺してることにならないんですか皆さん。私ちょっとおかしいなと思いますよ、はい、やはりね、この人は本当にそう思ってるかもしれないけど、現実ってやっぱりちょっと違うわけなんですよね。はい、その他にもどっかで見たような顔の活動家の方々にも話を聞いています。まあ、その後ろに朝鮮太鼓を叩いている坊主が映ってますね。なんてこんな人たちが
来るんだろうかと思うんですが、やっぱ子どもたちも不思議に思ったと思います。まあ、こうしてあの映画の前半は反対運動の人たちへのインタビューでが流れます。でそこで画面が変わるんですよね。こういった画面になります。トン、同じ場所違う日と、全く同じ場所違う日、はい、どうでしょう皆さん。ど真ん中に大僧侶が映ってますよね。大僧侶が映っております。まあ反対派の集会とかデモには国旗なんて絶対上がってないですけど、はい、このメンバーはうちわに日の丸が書かれております。はい、もう師範も映ってますね。でこの横断幕にはスマイル、スマイル、笑顔で行こうぜということで You are our good friend, You are our good friend、 あなたは私たちの友達だって英語で訴えてるわけですね。そこを通る、ね、人たちにみんなで笑顔を送って、そして玄ちゃんはこんな感じ玄ちゃんにも同じように、あの平和って何ですかと子供たちは聞いてます。すると玄ちゃんの答えは、どんな人でも集まって笑顔で仲良くすることが平和ですと。どんな人でも集まって笑顔で仲良くすることが平和ですと、まあ、さっきの活動家の方とはちょっと言葉が違いますよね。はい、そして師範は同じことを聞かれてこう言っています。平和とは日本人も日本に来てる外国人も安全に楽しく暮らせる街づくりと、はい、沖縄のために頑張ることですよと、はい、基本的に一緒ですね。けんちゃんと同じように外国人も日本人もね、安全に楽しく過ごせることが平和なんだよっていうことで師範はズバッと言っております。そして子どもたちのカメラはこういった場面も捉えていました。トン、はい、どっかで見た怪しい影でございますね。はい、真っ昼間から隣のトトロがアメリカ人の男性と握手をしています。はい、あの片言の英語で話しかけて、すごいねこの方喜んでました。はいすいません、あのこのような感じで私たちいつも信号待ちのアメリカ人にフレンドシップのうちわを配ったり握手をしたり、そしてグッドモーニングと声かけたり、うん、Have a nice day、うん、See you later とか言ってみんな笑顔になるんですよ。こうしてね、それを子どもたちがやっぱり見てるわけです。そしてファインダーに収めていったで子供たちはこう言ってる。それぞれの人、はい、それぞれの人、そしてそれぞれの考えがあるんだっていうことをね、子供たちはちゃんと分かったんですよ。ただ今度は短い間でねそしてこう言ってます。私たちは自分の目で確かめる必要がある。私たちの未来だから。私たちの沖縄だから。これ子供たちが自分たちでね、現場を見て紡いだ言葉ですね。私たちは自分の目で確かめる必要があると。We need to open your eyes and see it. そして私たちの未来だから。Because it's our future.私たちの沖縄だから。 Because it's our 沖縄。素晴らしいですね。本当に素晴らしい。新聞とテレビだけ見て知ったかぶりをしている大人たちにこの子供たちの言葉を見せたい。正直言ってね、いや私たちは自分の目で確かめる必要がある。結局平和運動の現場、一日違いでこんな変わるもんだっていうのを見た子供たちがね、7歳以下の子供たちがこんなし気づいたんですよ。
自分の目で確かめる必要があったっていう、素晴らしいじゃないですか。私はね、本当にこういったことをね教えてるのは本当の人を育てるっていう教育だと思うんですよね。で、子供たちっていうのは小さな木の苗木だと私は思っています。それを真っ暗な箱に入れて光を当てる、その光を当てる方向がですね、右とか左とかじゃなくて真上から光を当てた場合、木の苗っていうのはその光を求めてまっすぐまっすぐ上に伸びるんですよ、真上にね。ところがこれをですよ、横から光を当てる、はい、右でも左でもね、極がつくぐらい真横ぐらいから光を当てたらどうなりますか。木の苗は、ね、その光の差してくる方向にどん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 この幹を曲げていくんですよ。ある時に何かのきっかけで気づいたと、そしてほのかに真上から差してくる光に向かっていこうとしても、一度も曲がった幹を元に戻すのはすごい時間がやっぱりかかるわけなんですよね。つまり最初からまっすぐ伸びていった木と、一度ねじ曲げられて途中から修正をかけようとした木では、この木のスピードも違います、ね、伸びるスピードっていうのは全然違う。同じ高さに達するまでの時間っていうのはかなり違ってくるんですよ。つまりこの光をね、どのように当てるかっていうのがやっぱり教育であり、それをね、私はいわゆる右とか左っていうのは、これまさにこの教育にイデオロギーを持ち込むことだと思ってるんです。まあ、保守系の方々はほとんどそういったことをしません。しかし、いわゆる左翼と呼ばれている人たちは、子供は自分たちの所有物みたいなもので、思いっきり平和教育の名のもとに、副教材でやりたい放題、ね、左翼思想を吹き込んでるじゃないですか。そして子供たちどんどんやっぱり曲がっていくんですよね。それってちょっと教育とは違うんじゃないかと思うんですよ。今回のこのスクールの代表である中曽根さん、子どもたちを自主性に任せた、そしてきちんとね、私たちの方にもアドバイス求めてきた。私はもう即座にやっぱり片一方の情報だけを子どもたちに見せてはならない、反対の意見も一緒に聞かせてください、これ必ずですよっていうことを念押しをした。じゃあ皆さん、これ逆だったらどうなったと思います。逆にこの中曽根さんが反対派のを言って映画を作るからっていうことを協力をお願いをした。すると反対派は、いや、やっぱり賛成している人たちもいるからそこに行ったらと言ったと思います。絶対言わない。彼らが言うこといつも決まってます。あの連中は右翼だから、行ったら洗脳されるから行ったらダメよと、はい、洗脳されたらどっちなんですかっていうことですよね、私たちは現実をね、見る必要があると子供たちに言ってます。ところがいい年こいたね、警察に逮捕されても生活に支障のない65から75の人たちっていうのは、情報のソースは新聞でしょう、あとテレビ QAB とかね、そんなのを見て自分は全ての情報を知ってる顔してる。それ以外の都合の悪い情報が流れてくると、即座にネトウヨが流したデマだって言って聞こうともしない、ね、見ようともしない、検証しようともしない、ね、大問題になって仕方なく見る機会があったとしても、それはネトウヨがエキストラを作り上げた動画だと発狂する。もう本当にも手のつけようがないですね、まあ、こういった人たちが今沖縄にどん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 やっぱり増えてる。県内退職公務員、退職した教職員、そして県外から入ってくる極左暴力集団、この市民、はい、それから最近面白い言葉で、外人が入ってくること、外チャーというらしいですね。内地の、ここ内地、本土から来る人は内チャー。外国から来るのは外チャーというそうです。外チャー。はい、外チャー。外と書くのか、外中の外と書くのか、それはやっぱり書く側の自由ですけど、外者と、これアンダケボージャーさんが作った言葉ですけど、非常に的を得てるなと私は思っております。まあ、このようにですね、
教育に携わる側が思いっきり曲がった方向から光を当てれば、まっすぐ上に伸びようとしていた若い木の芽もその幹を曲げて左に曲がってしまうということをね、ちょっと例え話でさせていただきました。さて、そうしてね、やっぱりねじ曲がった弊害ですかね、こんなことが起きてますね。ドン、これ皆さん見ました、大問題になってますよ、なんかね。沖縄の中学校で集団暴行、はい、暴行動画の教育委員会、これはいじめではありませんと。はあ、おかしいですね。何ですかこのタイトル、今後は情報の扱い方について指導していきます。この子どもたちは情報の扱い方を指導するんですか。意味が分かんない。はい、これは別の記事でこう書かれてますね。はい、本島中部の中学校に通う男子生徒が、他の生徒から暴行を受けている様子をスマートフォンで撮影した動画がインターネットに流れていることが30日分かったと。遅い遅い、この連中ツイッターでもっと昔から流れてますよ。はい、いやー、これね、本当に私はもう胸が痛い。しかし なんでね思うんですけど、どうしてこれいじめじゃないって言えるんですかね。はい、いじめじゃないって、男子生徒殴ってるんですよ。で、周りではゲラゲラ笑ってる子もいると。はい、しかしこれはいじめではないと。やはりこのいじめ認定されるのがすごい学校側としてはもうマイナスなんですよ。今文科省の方でもこのいじめについて非常に関心を持ってやってます。だって副大臣が吉江先生ですからね、目を光らしてるんですよ、いじめ問題。そしてこの学校でいじめが出てくると学校長自体のやっぱり評価が下がるわけです。つまり自分が、ね、評価が下がるとやっぱり困る、次昇進とかするときに困ると。まあそこまで私は思ってるとは思いたくはないんですけど、そんな中でいじめもいじめじゃないと、やっぱり平気で言うようになってしまってるかななんてね、私は思っております。しかし本当に潔くないでございますよね。はい、まあ、これはもう警察の方に被害届も出てるようで、今後どん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 捜査進んでいくと思いますし、まあ、未成年だから何してもいいっていうことはないと思います。はい、犯罪は犯罪、大人と同じように私は厳しく処罰すべきだと思っていますけど、今回のようにね、いじめじゃないって言ってから問題を矮小化しようとするような動きについては、私はこれは全く認めることはできません。はい、そして次の画像、トン、これは皆さんもご存知ですよね。はい、大きなタイムスけしからん、それは誰からの情報なのか明示せよ、沖縄タイムスです。え、そんなこと書いてある。まあもうほとんどの皆さん意味わかってると思いますけど、改めてご紹介をさせていただきたいと思います。まず問題になったこの記事、はい、これはタイムスのホームページからちゃんと載ってました。はい、東京のローカル局、東京 MFTV が2日に放送したニュース女子の中でということでいろいろ書かれております。まあ、その中でですね、もう私はとにかく笑っちゃったのは、とにかく笑っちゃったのは次なんですよ。次、トン、はい、ビデオは辺野古新基地建設に反対する人たちを社内から撮影と、過激派の、暴力集団のシルバー部隊とテロップを映したと。で、万一逮捕されても生活に影響が少ない65歳以上のお年寄りを集め、従事させているというテロップも流れたと。万一逮捕されても生活に支障がない、65女、そして、活動に従事させると。そして下の方に、面白いですよこれ、テロップやナレーションにする以上
誰からの情報なのかを明示する必要があるのに一切ない、はい、テロップやナレーションにする以上誰からの情報なのかを明示する必要があるのに一切ないと。そうですか。そうなんですね。タイムさん2012年記事でこんなこと書いてましたよね。トン、はい、県民への挑戦状、平和団体抗議方法検討ということで、はい、高里代表は、この高里代表っていうのは北朝鮮の金ちゃんの誕生会にちょくちょく行く方でございます。金ちゃんの誕生会、はい、こう言ってます。逮捕されても生活に影響がない65歳から75歳を募り行動に打って出る準備を進めると。タイムスさんにソースはまあのことはない。タイムスさんじゃないですか。なんでなんでこれが大問題になってるんですか。だってこれタイムスさんあなた方がやったことですよ。はい、だってこれ今の記事2012年の10月の記事でしたかね、はい、これに自分たちで、はい、警察に逮捕されても生活に支障のない65から75の方々を募り行動に打って出ると。ところがあなた方はこういうふうに書いた、はい、テロップやナレーションにする以上誰からの情報なのかは明示する必要があるので一切ないと。お前が言うなっていうのはこれなんですよ。自分たちであんな記事書いておいて誰かの情報なのかが分かんないと、だから信憑性がないんだっていうのロジックあまりにもあまりにも下劣ではないですか。それにこれ皆さんにちょっと意見をお聞きしたいんですけど、65から75の方々っていうのは一般社会では例えばシルバー人材センターとかで働いてる年代ですよね。シルバー人材センター、はい、つまり沖縄の新聞やテレビはこの一生懸命現場で頑張っている65から75のシルバー世代の人たち、はい、がいるシルバー人材センターとか、これシルバーっていうのは、ね、ヘイトだっていうんですか。65から75って普通シルバーでしょ。それをシルバーと言って何が悪いのと。もしこれが悪いんだったらシルバー人材センターにも押しかけてシルバーと書くのはヘイトだ、高齢者の差別だってやればいいんですよ。誰もしないですよね。おかしいじゃないですか。自分たちが気に食わないものにあんなに難癖つけるのに、ね、ずっと前からあるものはほっかむりですか。だからね、左翼っていうのは卑怯で姑息でハレンチで暴力的だと言われるんですよ。私ね、本当に姑息卑怯すぎる。はい、今日も喉も痛いので絶好調ですね私。はい、まあこういった感じでとんでもないことがまあ沖縄で起きておりますし、今みたいにね警察に逮捕されても生活に影響のない人たちが現場で大騒ぎをして、であと、このニュース女子の件で、うん、この朝鮮人の代表、はい、乗り越えネットが、まあ、お金をあげてるって言うと新聞でカミングアウトしちゃってますからね。でそれ何が悪いのと。ニュース女子は一言も5万円の日当なんて言ってないのにね、沖縄県民侮辱してないのに、嫌な思いしたのあんただけでしょうと。ニュース女子は逆にこの乗り越えネットに地上波に出してあげたんだからその分広告料払えと言うべきじゃないですか。皆さんどうですかね。お茶いただきます、生姜いただきます。でもせっかくですから皆さんからお茶の差し入れがドンってきてますんでいただかせていただきます。やっぱり喉温めるといいですね。はい、まあこのような感じで本当にもう下劣すぎますね。まあでも本当にこのように、私もともとずっと PTA を13年間やってて子供の教育ってのは非常に興味があります。
まあ、いろんな先生見てきました。自分のね、この宗教的な信条を地域の伝統行事にさせないっていうとんでもない先生もいましたしね、はい、平気で生徒をいじめる先生もいた、はい、そして教え子をレイプする先生もいた。それを隠蔽する学校の体質っていうのも目の当たり見てきました。はい、本当に信じられない。そして親も悪い。やっぱ親にもね、おかしいのがいっぱいいるんですよ。例えば、うちの子が帰ってきたらため息ばっかりつくんですけど、どうしてくれるんですかと。そして、遅刻ばっかりしてね、子供がですよ、学校に呼び出された親が何と言ったか。そういうんだったら先生、毎日私の、子供を起こすために朝電話くれますかと。はい、こういうのもいるんですよ、本当に。そして先生に原稿作らったからということで副会長一緒に行って抗議してくださいと。なんで？いや、うちの子供暴力振るわれたんですよ。だからなんで振るわれたの？あんたそれ調べてないの？あ、それはちょっと、ね、何も理由もなく先生が原稿するはずないでしょうと。あんたの子供にも問題あったんじゃないのと。それも調べないで子供が先生に原稿を送らったと。これだけでカンカンになって診断書を取っていくようなものですかと。その前にね、自分の子供にあなたの子供は学校で何をやったのかとちゃんと聞いたらいいんですよ。いや、聞きました。何て言ったの？何もしてないと言ってました。何もしてない子供を先生がポカリとやることはありませんと。ちゃんと子供に嘘つかないで言ってごらんということを聞いたらいいですよということで、私は講義もついてから講義もしなかったです、結局はね。はい、PTA がそこを向いてるわけですから、まあ、そのようなね、やっぱり親もいっぱいいる。そういった親は学校現場はこう呼んでます。 MP です。はい、これ学校用語で隠語なんです。 MP、はい、ミリタリーポリスの略じゃないですよ。はい、ミリタリーポリスではなくてモンスターペアレント。モンスターペアレントと口にすると親に怒られます。あっちの何組のね、何々君の親は MP だよね、夫婦揃って MP だよねと。はい、私仲良くしてる時には学校側のね、防波堤とか言われまして、先生たちのね、そういった心ない親から学校の先生たち守ってきましたよ。だけど一度でも仲高いです。学校の現場に人を持ち込むなと。なんで学校が PTA がそういった思想的な集会に名前つらなきゃいけないんだとっていうことを言うと、途端に私 MP ではなくてダースベイダーと言われました。ダースベイダー、ダースベイダー、はい、まあいつものことです。都合がいい時には同志として迎えて、都合が悪くなると裏切り者ってから追い出すわけですよね。はい、まあ私自身ももともとはプチ左翼でしたから、反対運動にシンパシー持ってる一人でしたからね。でもやっぱこういう現実見れば見るほど彼らのうさんくささっていうのがよーくわかります。はい、だからこそ私はね、憲法改正と同じぐらい大切なのは教育改革だと言ってるんですよ。この国のね、未来やっぱり頭の上にするんだったら憲法も大事だけど、もっと手をつけやすい教育からやりませんかと。国家100年の計は教育なり、まさにね、どこから光を当てるのかっていうことが重要なんですよ。今の日教祖、日教祖ですよ、はい、まあ、沖縄で日教祖ですけど、こういった連中がね、真横、それも左側から光を当て、この沖縄で、この沖縄を守るために戦っていった、20数万人の、御霊を冒涜する。そしてね、この沖縄して石だったと。そしてこの対馬丸のような疎開船で子供たちが熊本や鹿児島に行ったのは
軍が戦争するときに子供たちは邪魔で食料をね持たすための口減らしであったと。こんなこと平気で教えてるんですよ学校で。これが教育です か。こういうのをねどんどんやっぱりきちんと正していかないと子供たちにねまともな歴史認識は生まれません。まともな歴史認識が生まれなければ国を愛するという気持ちも生まれない、国旗国家への敬意も生まれない、私はそういうふうに思っております。まあもともと教育が専門なもので私ただ教育をね正そうと思ってどんどん藪の中に入っていくとそこにはやはり左翼がいるんですよ、極左。はい。そして学校の抗議活動の現場で会う連中白ひげの御仁からねデビルおばさんから元教師ばっかりじゃないですか、はい、もうそういうの見たらねやっぱり日本の教育は正さないといかんということで4月はいこれ予告でございます。4月8日です。まだ詳しいことは申し上げられませんが、4月8日に、はい、この拉致問題のエキスパートである中山京子先生、そして日教祖は日本の癌だと言って日教祖を、ね、切り捨てる豪傑の中山成明先生ご夫婦で沖縄入りいたします。はい、ご夫婦ですよ。はい、そしてこの2人にもう本当にふさわしいイベントを私今考案中でございまして、このイベントにはねこの国の未来を憂う人々がもう本当にどんどんやっぱり参加してほしい、ゾロゾロとね。はい、でその後に、タウンミーティングでこの2人のいろんなお話をね聞いてみたいと思ってます。まあ、詳しいのは明日決定しますので明日の放送でまた皆さんにご案内をします。そしてまたポスターとかできましたらどんどんまたこれも拡散の方をお願いしたいと思います。中山京子参議院議員、そして中山成明元、大臣ですね。はい、沖縄入りします。さあこの2人がどんな言葉を紡ぐのか、そしてこの赤くね染まりかけた沖縄に、はい、漂白剤のような言葉をドーンと入れていくのか、私もワクワクドキドキ、はい、主催者として、本当に国を愛することをもう一度、原点に戻るそういったね集まりにしたいと思ってますんで、思想や党派を超えてこの国をね守りたい、この国を、ね、未来の子どもたちに残していきたい、そしてこの日本は日本人のものだと思っている方々はぜひ参加をしていただきたいなというふうに思っております。で詳細は明日皆様に公表できると思いますので、またシェアの方よろしくお願いしたいと思います。ということで、はい、今日ちょっとまだ喉が、はい、絶不調のようですのでこういった放送は終了させていただきます。まあ、本当に今沖縄は戦場そのものであります。ぜひ一人でも多くの方々がこの沖縄のことに興味を持っていただき、沖縄で戦っている私たちのような一般市民にですね、はい、ぜひ応援のメッセージ、エールを、そして背中を押していただきたいと思っております。まあ、陸海軍合わせて2000機余りの航空機が沖縄に向け飛び立ちました。そして海からは戦艦大和が沖縄に向かった。たくさんの方々がこの沖縄の海にまだ眠ってるんですよね。そうして間もないと沖縄は決して捨て石ではございません。平和記念公園に行けば47都道府県の慰霊碑が整然と並んでおります。一つ一つもあったら本当に涙が出そうになりますよ。そうして守られた沖縄を今悪意のある国、悪意のある連中が日本から切り離そうとしている。そのね目的を達させてはいけない。そしてそれをね阻止するために沖縄で戦っている私たち皆さんもぜひ協力をしてほしい。直接来れる方は来ていただいて本当にありがたい。中佐とかねもう毎回来て頑張ってもらってますよ。そして来れない方は来れないなりのやり方でまた
この沖縄に戦っている私たちに支援を応援をしてほしい。そして共にこの日の丸の旗の下でこの沖縄を取り戻す戦いに身を投じてほしいと思っております。ということで今夜のボギーチャンネル、これで終了させていただきます。最後までお付き合いくださりまして誠にありがとうございました。では皆さん良きまたね夜を過ごしください。冷えちゃいますんで暖かくして休んでくださいね。おやすみなさい。